こんにちは。ライフルホームズ住まいの学校講師の高瀬です。今回のテーマは注文住宅 VS 建て売り住宅です。中古よりは新築、マンションよりは一戸建てと、ここまでは絞り込めたものの、注文住宅と建て売り住宅はどちらにしようかで迷われている人はものすごく多いんですよね。きちんと両方のメリットとデメリットを理解した上で、後悔のない選択をするようにしましょう。こちらの動画では、注文住宅と建て売り住宅それぞれの流れ、費用、その他の特徴を比較して、皆さんが安心して方向性を決められるようにお手伝いをさせていただきます。まずは注文住宅と建て売り住宅の説明からおさらいしましょう。注文住宅は自分たちのこだわりに合わせて間取りを作成し、構造材や素材、設備も決めて、建築会社と請負契約を交わして建築する住宅のことです。土地を持っていない場合は建築地の準備も必要です。これに対して建て売り住宅は、土地と建物をセットで販売する住宅を指します。一般的にはまとまった土地をいくつかの区画に分けて、同じ仕様の住宅を複数棟建てて販売されているものです。それではそれぞれの大まかな流れについて解説していきます。こちらをご覧ください。スケジュール的には、検討から入居まで注文住宅は平均で1年ほどかかります。建て売り住宅は完成している物件に限定すると、だいたい 3,4 ヶ月後にはもう入居しているケースが多く見られます。流れを比較すると、最初の探す工程ですでに期間に差がありますよね。建て売り住宅はほとんどの場合、すでに完成している物件を見学するので、具体的に見て触ったり、中に入って暮らしを感じたりすることができます。加えて不動産は一点物なので、完成して販売している以上、早い者勝ちとなります。これに対して注文住宅は、各建築会社の家づくりの特徴や設計図だけで判断、決断をしなければなりません。しかも建築会社を決めることにおいては特に期限がありません。したがって、実際に物があって決断を迫られる建て売り住宅の方がスピード化は断然早くなります。注文住宅は土地と建築会社が決まった後も、間取りや各部屋の面積を決めたり、キッチンはどんなものにするかであったり、壁紙や照明など詳細な打ち合わせが続きます。そして何といっても、工事期間が4ヶ月から6ヶ月ほどかかりますので、合計すると1年くらいは見ておいた方がいいと思います。どちらがいいかを選ぶ際は、住み替える時期をまずは明確にして、1年くらいの余裕があるかどうかで選んでみると良いでしょう。次は費用の比較です。高い安いの前に押さえておくことは、注文住宅は選ぶ構造材や仕様によって価格が変わってくるという点と、土地によってはライフラインを整える付帯工事費も大きく変わってきます。そのため、当初の予算から上下しやすいという特徴を持っています。むしろ下がるよりも上がると思っていた方が良いでしょう。ただ私の経験上、しないで済む選択もあったのに、こだわりが増えてきたことで納得した上での予算アップも数多く見てきました。ですので、予算が上がるということは必ずしも悔やまれる結果ではないと思っていてください。建て売り住宅は構造材も仕様も付帯工事も全て確定した状態の価格で販売されていますので、設定した予算内に収めようと思えば、それは実現しやすいと思います。具体的な費用感については一概には言い切れないのですが、例えば政令指令都市で面積は同じ30坪、建物30坪だとすると、このようなプライスヒートマップになります。建て売り住宅は4500万円から5500万円がボリュームゾーンで、注文住宅だと土地と合わせて5000万円から6000万円がボリュームゾーンになってきます。やはりオーダーメイドや使っているものによって、注文住宅の方が少し費用感は上がってくる傾向です。これらは選択する土地の立地や、建築会社ごとに異なる建築コスト、設備の仕様やデザイン性、そして木造か鉄骨かといった構造材などによって費用が増減します。また最寄り駅は同じであっても、駅近くの建て売り住宅と駅から離れた注文住宅だったら、建て売り住宅の方が高くなることも十分ありえます。建て売り住宅は物件情報の中に価格も書いてありますが、注文住宅は価格が分からなくて不安だという人は、注文住宅のお金回りのことがまとまった動画がありますので、ぜひそちらもご覧ください。続いては、まだお伝えできていないそれぞれの特徴についてお話ししていきたいと思います。それは住宅性能とアフターサービスです。住宅性能は簡単に言うと、
地震が来ても耐えられる耐震性能やエアコンに頼らなくても快適な温度を保てる断熱や気密性能のことです。アフターサービスは何かあった時に無償で直してくれる保証や、何かあった時では遅いので未然に防ぐように努めてくれる定期メンテナンスなどのことです。住宅性能においては前提として、高めれば高めるほど費用も上がります。建築基準法で一定の住宅性能は定められていますので、それを下回る物件はないとしても、建売り住宅の中にはコストダウンの一環で最低限の性能になっているものもあります。同じ地域で見ているのに相場よりも高いと感じたら、それは性能がいいのかもしれませんし、安ければ性能を削っているのかもしれません。注文住宅は性能に関してもこだわれますが、最低レベルの水準が近年どんどん上がっているように感じます。故に価格も高くなっている傾向です。ちなみに建物を取得して長い期間住み続けて、最後処分するまでにかかるトータルコストのことをライフサイクルコストと言います。性能がいいとメンテナンス費用や光熱費が削減されますので、最初の契約時では少し割高に感じるかもしれませんが、長く住み続けることで元が取れる以上の金銭的なメリットが得られる場合もあります。また長期有料住宅などの認定住宅は住宅ローン減税のような税制面でも優遇されます。つまり安い物件が必ずしもお得とは限らないということですね。このあたりは住む期間のことも考えて選択するようにしましょう。アフターサービスは注文住宅も建売住宅も物やメーカーによって異なりますが、平均して注文住宅の方が保証の種類が多く、保証期間も長いと言えます。新築であれば原則としてどちらも10年間の価値担保責任保険がついていまして、建売住宅も物件によって保証やアフターサービスは異なりますが、多くはそれのみという物件が多いです。注文住宅だとこの10年間が20年30年と長期にわたって保証してくれたり、中には外壁や土地の地盤までを保証してくれたりする会社もあります。しかしいくら保証期間が長いといっても、その会社が倒産してしまったら保証の効力を受けられないということもあります。またこういったアフターサービスも最初の契約時の費用に含まれていますので、先ほどの住宅性能と合わせて相場よりも高い物件と安い物件の違いとして検討材料に加えてみてください。最後まとめです。簡単には割り切れないこの2社ですが、選ぶ基準としてはこのようになるかと思います。住宅性能やデザインにこだわりたい人は注文住宅、こだわりが少なく早く住み替えたい人は建売り住宅、費用だけに限定するとライフサイクルコストを抑えたい人は注文住宅、初期コストを抑えたい人は建売り住宅となります。以上、注文住宅 VS 建売り住宅でした。皆さんいかがだったでしょうか。この動画の中で説明しきれなかった内容は別途関連動画からご視聴ください。またチャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。